ここ数年、中国の新聞にガンムラという言葉が頻繁に現れるようになりました。中国メディア記者は取材の中でガンムラと呼ばれる多くの村では飲用水の安全に問題があることに気づきました。専門家は工業排水による汚染や農薬の使用によって中国各地に数千ものガンムラができていると指摘します。中国各地の環境汚染は悪化の一途をたどり、各地のガンムラが次々ネットやメディアで取り上げられています。中国メディアによると、農村における水汚染は目を疑うほどであり、ガンムラと呼ばれる村のほとんどが飲用水の安全が脅威にさらされています。早くから環境保護活動に尽力している北京の人権活動家コカさんは、かつて河南省のワイガの水汚染によってガンムラとなった村を研究調査したことがあるそうです。那边村庄里面老百姓多数都是食道癌，而且还有一些怪病，有些家庭是绝户了，有些家庭是不堪这边的那癌症的威胁困扰，就举家迁走了。有些真的有很多庭院里茅草长得比人还高。据说当地的癌症是因为那边有莲花味精。蓮華味の素は中国のブランド化学調味料メーカーで国有企業に属します。誰の監督管理も受けないため、工場の汚水は直接ワイガに捨てられ、周辺で多くのガンムラが確認されています。コカさんはこのようなガンムラは中国に数千箇所あると話しています。我調查了一段情况的话，像农村很多地方使用农药啊，附近有工厂啊，都会造成这样的癌症高发的。这个村里每年都有三四个以上的癌症发病率的，一般就会被冠名为癌症村。如果这样的话，那中国就不止上千个了吧。コカさんはガンムラの背後にある汚染が工業排水であれ、その他の状況であれ、いずれも地方政府と関係があると指摘します。地方政府は経済利益のために汚染企業の導入を無制限に許可し、その上監督管理も行き届いていないことと密接な関係があると述べています。新唐人テレビがお伝えしました。有人说他是专制组织，政府以危险组织，大于家访。